ベニクジャクの千住で一杯。ベニクジャクの千住で一杯が今月も始まりました。わーはい、今日の放送は日本プロ麻雀協会所属大崎はじめと水木絵里と大川のんです。でお送りしますって最後の人が言うって書いてるよ。ごめんごめん、もう一回やる、もう一回やる、ちょっともう一回やる。はい、テイク2ね、テイク2。はい、日本プロ麻雀協会の大崎はじめと水木絵里と大川飲んでお送りいたします。よろしくお願いします。今作ったね。誰が作ったんだよこれ。タイトルを言って揃って安心しちゃったよ。油断した。油断したやつ。今回かなりビシッとね、皆さんね。自分で言うな。回を重ねるごとに、ね。そうですね。そう皆さんのおかげでね。最初から完璧じゃないからね。そう、少しずつ良かった。今日すごい風でしたね。すごいね。天候が今日は出た瞬間の本当大嵐で、ね、全ての電車がね遅延してた中、今日、うん、観覧来ていただいた皆さんありがとうございます。誰もいないんじゃないかと思ったね。ドキドキしてた、ちょっと実際ドキドキしてた、うん、よかった、はい、すごいもんね。今もヒューヒュー言ってるもんね。ここの会場が7階なんでね、うん、ちょっとイライライラってる時がうんうんうん、でもってことは今日家にいる人が多いかもしれないから、うん、生放送をね聞いてくれてる人もいるかもしれないの で、うん、番組中にお便りあれば、はい、こちらのあたりにこちらまで、はい、よろしくお願いします。、ね、お便り読まれるかもしれない。そう、ね、そう、はい、大体読まれる。うん、うん、嬉しいよね。最近どうよ。最近どうですか。最近どうよ、急に来たね。ざっくり来たね。あの最近どうよみたいな。そうなんで書いてなかった。今日はね、なんと私台本をね作らせていただいて、やっとね、やっとね、この3回目にしてようやく台本が。今まで誰も作らなかったのか、ね、そう、今までようできたなっていうね、うん、お話ですよ、ね、はい、うん、だってね、私このさ、なんていうの、こう枠を作ったりできないんだもん、ワープロで。あ、この、あの、この台本のね、あ、皆さんにお見せできてないんですけれども、残念ながら表みたいなやつね、こういうやつ、ね、枠があって、縦と横の線があって、あ、はいはいはい、いろいろね、書いてあってみたいのができないんだもん。あ、私やらせていただいた。ありがとうございます。今後はね、今後はこちらでね、皆さんビシッと進行していきますから。はい、もうグダグダになることはまあないとね。ないと思います。はい、皆さん、すいません。あのさ、ワードってあるじゃん。あ、ありますあります。ワードだけ使えるわけで、ね、うん、私、うん、だけどさ、論文とか書くのにさ、あ、使いますね、点をつけてさ、うん、こうなんとかこんとかって書くじゃん、うんうん、でさ丸してさ、うん、パンって開業したらまた点つくの。いや、点求めてないけど。あ、はいはいはい、あるあるある。あ、その現象わかる。出てくる。いや、私次の点とか押してないし全然求めてないのに、うん、なんですごい点出てくるのみたいな、うん、開業者は全部点。わかるわかる、わかるわかる。頭いいんだよ、あれあれ、ね、パソコンが頭よくて、あなたこの点また来るんでしょ、求めるんでしょみたいな。いやいや、無駄な気遣いな。すごいだな。かわいそう。そう、ね、すごいだな。もういる時押すから。そうね、そうね。だって消し方わかんないんだもん。どうしようどうしよう、そう、どうしよう、全部消すみたいになっちゃう。そう、しかも点消したらなぜかさ1個ずれてんだよね、始まりが。こう点の前と後でこうなんだ。あ、それ揃えるの結構めんどくさいもん ね。いやー、ほんとに大変だからさ、あのパソコンの余計な気遣いやめない。そうね。しかも回を重ねるごとにすごい、あの、精度が上がってくるんだよね。あ、そう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 、皆さんに使ったことは皆さん多分あると思うんで、そうだね、うんうんうんってなってると思う、多分。分かるよ、俺は分かるよって。ありがとうございます。、はい、そう、ようやくねこれできたんで、うん、なんと今日ね、あの、まあ、ここ後でね紹介するけど、うん、あの後輩がね来ていただ、来てくれてるんで、うん、それもあってね、うん、やばい、これは書かないとって。え、っそれ今までの石川さんとか。あ、ちょっともういいかなっていうね。石川さんと花村先生に限ってはまあまあなんとかなるだろうって。あ、そういえば花村先生来ますって言ってたけど。あ、あれ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 、今日あれスペースが空いてますけど、うん、あのね、今日はどういった理由で、ね、
赤ちゃんを預けられなかった。あ、そう、そうなんですよ、ね。家庭の事情で。並々ならない事情ですよ。はい、あ、しょうがないですよね。ということで、小夫さんは、うん、まあ、あの準レギュラー的な、うん、来たり来なかったりする。いますね。来れる時にね。そうそうそう。当日になるまで来るか来ないかわからない。サプライズゲストね。そう、第二の、うん。そうそうそう。だからそういう感じで行きたいと思います。はい。はい、はい、いいと思います。良いですか。はい。じゃあ早速今日のゲストを呼んじゃいましょうか。そうね。はい、今は。なんかそわそわしてると思うから、うん、いつかなってなってるなってる、うん、呼んじゃいましょうね。はい、はい、では本日のゲストです、日本プロ麻雀協会の古谷かな子プロです。わっ、お邪魔します。みんなそこから見てるよ、あれカメラです。はい、どうぞどうぞ。失礼します。はい、いや今日はね、ありがとうございます。こんな天候でなんか、まさかの。それではいきなりなんですけど、はい、あの自分で自己紹介をお願いします。自主的に、ね、自主的に。日本プロ麻雀協会所属の古谷かな子と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はあの雨が強いし風も強かったんで、うん、まあ、このままで来たんですよね。そしたら風のせいで、そう、貞子になっちゃって、なりそうだよ。貞子になっちゃって、歩いてたら笑うんですよ。近くにいる人が、貞子がいるって言うから、こうやって行ったら余計笑われました。そりゃそうだ。結構ノリいいね。そうですね。よかった、ノリよくて。よかった。そういう番組だからよかった。よかった、本当に。今日はちょっと貞子にならないように、うん、これ以上。頑張ります。ここ風邪ないから。風邪ないから。はい、うんうん、大丈夫です。じゃあさらにね、うん、はい、じゃあさらにちょっと追記でプロフィールを、ね、ご紹介させていただきます、うん、はい、古谷かな子プロ、カボオーララカップ準優勝、それからヒメロンチャンピオンシップ4位っていうね、うん、こういう大舞台でも戦ったことのある、うんうん、はい、麻雀プロなんですけれども、どうですか、こういう時のこととかって覚えてます？覚えてます、うん、初めてのテレビ対局で、うんうん、初めてだった、初めてだったんですよ。しかも、すごい大尊敬してる初音さんと同卓だったんです。行きました。あ、ね、トンパツ、うん、ダブリーから始まったの。いいね、ダブリーから始まったね。得積んだね、うん、ま、打ったの私ね。あ、そうね、そう、ダブリーピンフドラね。おー、なるほど。私来てんだって時で8000つったの。まずね、座る場所を間違えた。引く牌を間違えたよね。右目ね、大事ね、うん、そうね、うん、覚えてるよ。いや、もうすごい緊張して、うん、手とか震えてたんですよ、うんうん、そうなるよね、最初はね。うん、しかももう初音さん目の前にいる、どうしようみたいな、はいはいはい、尊敬するみたいな。でもそれを無事勝ち抜いて、後でお菓子あげよう、やったー。裏でやってくる、裏で、裏で。そっかそっか。でも今いろんなね、うん、番組とかにも出て、かなりね、そうだよね、そうですね、うん、ありがたいです。本当に趣味とかは、趣味は、うん、ゲームが好きです。ゲームが、うん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 、ゲーム、そうですね。どんなゲームやるんですか？家庭用ゲームもやりますし、はい、うん、ゲームセンターのあるゲームも好きです。あ、じゃあなんか幅広くやってるんだね。そうですね、なんか、うん、昔そのプロになる前が、うんうん、ゲームセンターの、うん、店員だったので、おうおうおう、一日中、うん、いました、ゲームセンター。あの仕事じゃない日も朝から閉店までゲームしたりとか。すごいね。とか覚えられちゃうでしょ。あ、自分で働いてる店だったので。あ、そうなんだ、はい、あ、じゃあ別に自然な流れで、ね、自然、あ、今日もいるみたいな、今日もいる、今日もいるみたいな。じゃあもう常連さんと仲良くなっちゃうみたいな。そうですね。で、なんかその1万円を両替するんですよ、来て。で、おうおうおう、そのメダルカップ、わかります、うんうん、あ、わかるわかる。みんな、ね、うん、なんか店員がくれるんですよ、何も言わずに。あ、今日休みなんだ、はい、じゃあメダルカップみたいな。おうおう、1万円両替してきたよみたいな。早いですね。1万円札よこせって言って。よこすの大丈夫それ。すごい。メダルってあのなんかこういうやつ。こういうどういうやつ、ちょっと待って、一人だけ分かんない。こういうやつだよ。わかります、入れるじゃん、こう入れてコロ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 、そうそうそう、でキュンキュン、チャリンチャリン、たまにリリリリリリリ、チャリンチャリンチャリンってなるよ。え、ちょっとググるわ。チャリンチャリンだって今わかんないんだから。多分プッシャーゲームって入れれば出てくると思う。そうなんだ、プッシャーね。そういうやつだったね、全然そうだね。あれさ、やっぱコインのチャリンチャリンだよね。そうそうそう、コインのチャリンチャリン。わかりました。プッシャーゲームで分かった。なるほど、分かった。そう、ちょっと分かったふりしてるだけ。いや、もうやばいやばい、詳しく聞かないで。そうなんだ、ゲームが好きなんだね。
まあ、こんな風になんかよそよそしく聞いてたけど、まあ、結構あの仲良くさせてもらってるんで、一緒に旅行行ったりとかね、そうなんですよ、してるんで、あのかなこちゃんお酒もね好きなんだよね。そうなんです、うん、だからねすごいなんかお酒も好き、お酒も好き、あ結構好きな人多いねやっぱね趣味が合うとね、そうだよね、友達になるから、うん、本当にだからすごい仲良くさせてもらってる、はい、後輩です。なるほど、うん、じゃあ今日はよろしいね。あそうだ、じゃあゲームの話出たんで、うん、先に質問紹介しちゃいますか。はいはいはい、じゃあ私からじゃあいいですか、うん、もうね早速じゃあメールいただきました、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。皆様こんにちは、いつも楽しみに拝見しております。今回ゲスト古谷さんはかなりのゲーム好きと伺いましたが、最近ハマってるゲームはありますかっていう質問が来てますね。そうですね、同じような、ね、質問ね、うん、こっちあの番組の方にも来てましたね。あの麻雀以外に好きなアナログゲームやテレビゲームってありますか、思い入れなどありましたらぜひ教えてください。はい、ですね、今ハマってるものは、うん、あの 3DS で出たドラクエモンスターズジョーカーっていう、あちょっとドラクエに出てくるモンスターを育てるんですよ。そうなんかわいい、マジで。オスカルとかのやつ、オスカル、そうですね、それのオスカルでしたっけ、あれスライムナイトがさ、あそうですそうです、それのタイプでさ一番新しいやつで、自分でモンスターをスカウトしてなんか仲間にしてみたいな、スカウトするんだ、スカウトするんです、野球みたいだね。そうなんですよ、野球みたいでやって、まあそれが今一番ハマってて、で相変わらずあのスマホのアプリゲームでモンスターストライクってあの引っ張るゲーム、あ CM やってるね、 CM やってる、あれモンスト、モンストやってます。私なんだっけ、刺身さんとリエックスさんと、はいはいはい、アルティメット人狼で見ました、人狼しました。あれはあとお二人は中の人なんだよね。そうですね、モンストの中の人って言って、声の人、なんかモンストキャラクターが声出すんですよ、うん、なんか技出す時とか、そういうの声優さんとか、まあ、そういう企画とか、ね、そうあとマックス村井さん、はい、うん、そうなんだ、あそれは引っ張るやつなんだ、それは引っ張るやつ、すごい YouTube で画像とかあるんだよね。ありますあります、うん、結構1日にどのぐらいゲームやるの。あもう暇ができたらやりますね。めっちゃやってそう。それめっちゃやってるね。それさあれだいたいゴロゴロしてる人ってことになるけど大丈夫。あの会社の休憩中って言っときました。そう会社の休憩中って言ってた、ね、休憩中ね。うん、ああなるほどね。なんか私もうずっと家でこうやってやってるのかと思った。なんかでもちょっとニートじゃないですか。そう。もうひどい時そういう感じで、うん、そのなんかゲームやりすぎて頭痛くなったことがあるんですよね。うんうん、でもすごいあるあるある。そう自分ではなんでこんな頭痛いんだろうとか分かんなくって、うん、病院に行ったら医者にお前バカなのみたいな、ゲームのやりすぎだよみたいな、ゲーム禁止みたいな。言われちゃったの。そう。もうちょっと辛かったです、ね、でちょっと粘ったんですよ、全く粘った、ね、粘った粘る全くやんないはちょっと無理だから、うんうん、1時間だけどうですかみたいな、うん、じゃあ絶対1時間ねみたいな1時間だけってなんか小学生みたいな、ゲーム1時間までみたいな、ゲーム1時間だけみたいなた、ね、でお願いして、そうなんですよ、今はもう大丈夫になったんで好き勝手やってますよ。そうなんだ、はい、そんなにゲーム好きなんだ ねすごいね。そうですね、ゲームやる、ゲームね、やらない、ゲームね最近始めたんですよ。え、なになに、最近、ああありがとう、 MJ 以外でいい、いいからこれ尺20分くらいかかっていいか、あの今日1個コーナーないから大丈夫、大丈夫ですか、うん、大丈夫、ちょっとね最近ね桃鉄にね、すごいハマってます。あれ桃鉄なんか桃鉄出てます、もう皆さんね、この投稿者の人もきっと知ってるんじゃないかと思うんですけど、うん、桃太郎電鉄っていうね、うん、あの昔から有名の、ね、そうそうそう、あれの、うんうん、あれどんどんバージョンアップしてて、そうなんですよ、今ねすごい新しいやつが出てるんですけど、それをね買って夜な夜な、まあ、今新しいやつ出てないよね。もう作ってないよね多分ね。作ってない。そうなの。わかんない。あれじゃあ。この間買ったんだけど私。あれ古いやつ。多分古いやつ。そうなの。いやでもねすごい面白くて。うん、ね番組でね、うん、今度ね。そうなんですよ。やることになったんですよ。彼女バーン言ってあげて、ね、あのもともと前回4人でやったんですけど、うん、あの番組でね、そう番組で時計中進さんと石川美佐子ちゃんと、うん、RMU の田谷八郎さんと4人でやって、うんうんうん、
って、うん、でもそう負けたら罰ゲームみたいになったんですよ、うん、で私3位だったんですよ、うん、ラスじゃなかったのに、うん、なぜか顔に落書きをされるっていう罰ゲームをされて、なんでおなじみのね、はい、そうで私が、うん、いやちょっと負けてないのにずるいよね、うん、みたいになったら、うん、その番組を作ってる人がじゃあリベンジさせてあげるからみたいになって今度でも、うん、その夜から朝までの長時間をやるから一、うん、人でちょっと大変だから二人でワンペアでなんか桃鉄をしようって言って、うんうん、私速攻ノンさんをスカウトしました。ノンさん、ノンさん、ノンさん、ノンさんみたいな。何時からなの？22時からです。え、22時からみたいな。何時までみたいな。何時まで？朝ですみたいな。朝ですねみたいな。オールナイトなんだ。オールナイトなんだ。そうなんですよ。そんな番組なんだ。すごいね。すごいよね。いっぱい出てくれるんだよね。そうですね、8人あ確定で8人あそうなんだ、はい、決まった。あ、よかったね。そうそう、すごい長丁場の番組になりそうだよね。そうなんです。脳は桃鉄やったことある？今までやったことなくて、ちょうどここ2、3回あいつスカウトしたね。聞いてください。完全にやり込みが違うんですよ。やり込みが、やり込みが、やり込んでる。今やり込んで、まさにだよね今。ほんと麻雀やりたてみたいな、うん、分かりますよね。何でも楽しい。放銃しても楽しいし、うん、上がっても楽しい。今そういう段階です。なるほどね。あね、桃鉄いろいろコツがあるから、うん、あそうらしいね。そうなんだ。やってる人はね、そう言うよね。私ね、言うと引かれるかあんまり言わないけど、一、うんうん、人99年を何回かやったことがある。あれガチ勢の方で。桃鉄ガチ勢。割とガチ勢。あ、そうなんだ。好きなカード売り場とかあるから。そうなんですか。それやばいね。ちょっと教え、ね、後でこっそり教えてください。後でね、よかった。ずるいずるいずるい。あれね、だってノンさん敵なんですよ今回。あ、ここ敵なんだ。スカウトしたのに敵なの。チームじゃないの。チームなんですけど敵じゃなくなっちゃったんですよ。そう、あ、そう。なんかね、あのたくさん持っといた方がいいカードとかね。あ、そう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 、うん、あるんだよね。やっぱあれでしょ、急行カードとかかな。いや、急行カードはね、ほとんどいらないよね。新幹線じゃないですか。あ、ちょっとレベル高いね。レベル高いね。レベル高いね。全然知らないわ。いや、新幹線カードを売ってるカード売り場を把握しとかなきゃいけないから。なるほど、なるほどね。やばい、ガチだね。で、そこにぴったり入れるように星に願いをカードはいくつか持っておかないとダメだよね、うんうん、そうですね。すごい、わかるわかる、大丈夫。全然わかる。私だってあの貧乏神をなんかなすりつけるゲームだと思ってた。あー、わかるわかる。ざっくりバンバーンでしょ。そう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 、なんか可愛いさやつとさ、うん、やばいやつがいるんでしょ、うん、それぐらいしか知らない。そうだから、うん、あのね、ラスになっちゃいけないゲームみたいに近くて、うん、なんか一番遠いとついちゃうじゃん。一番遠いと貧乏神がついちゃうから、目的地につくみたいな。そうだから2位と3位だと目的地につけなくても、うん、貧乏神がつかないわけ。最悪の状況は逃れた。そうなんです。そうだから貧乏神をなすりつけられないようなカードも持ち1枚ぐらいは持ちつつ、ただ、自分の力で、うん、とにかく一番離れたところにはいちゃダメなので、ね、うんうん、特に後半になればなるほど、うん、はいはいはい、最後10年でひっくり返せるから。これ20分喋れるよ私。ただもう大丈夫かな。スゴロク版の天砲、ラス引かなければいいじゃん。スゴロク版天砲なんだ。そう、頑張ります。分かった。分かった。一番遠くに行ったとしても、うん、誰か一人が近ければいいの。別に。そうですね、なすりつけられる。そう、あ、そうなんだ、うん、そうなんだよね。これがまたチーム戦なんだよね。そうなんですよ。そうなんですよ。もう団体もいっぱい。そう、うん、そうなんですよ。なんか仲間割れしそうじゃない？お前こっちだろうみたいなさ。いや絶対あるね。まあ、ありそうです。それ込み込みでね。それ多分そうですね。ね、楽しんでもらえるね。ね、うんうん、そう、かなこちゃんがね、そう誘ってくれたんですけど、まさかの敵チーム、ね。そうなんです。じゃあ頑張ってきて。そうなんです。あの高校にして。分かんなかったら LINE して。ちょっと今いいから、でも3時とかだけど。オーディエンスとか。うん、夜中の3時とかに LINE 大丈夫かな？うん。帰ってこなかった寝てると。そうだね、そうだね。大丈夫、 LINE ぐらいじゃ起きないから。そうだね、さすがに。放送はね、5月の6日。そうですね、6日夜22時から。そうね、5月6日、はい、金曜日ですね、はい、ゴールデンウィークの真っ只中。そうです、そうです、そうです。なるほどね、うん、あ、私7日休みだわ。あ、じゃあごめん、 LINE するね。 LINE して、LINE、うん、分かった。ということで、そちらのね、番組も、ね、ぜひお楽しみに、ね、ということで、はい、じゃあ一つ目のコーナー行きましょうか。行きましょうか、のんさん。長くすいません、うん、お時間いただきまして、うん、じゃあ一つ目のコーナーは、ベニクジャクの、あ、ベニクジャクのって言っちゃった、ごめんなさい。テンション上げて言ってもらっていい、いいですか、うん、麻雀課外授業4回目ですね。4時間目って書いてる。
や自分で作ったら忘れちゃったよ。本当だよ。しかもこれさ、回を追うごとに2時間目3時間目ってなったら良くないってめっちゃ力説してこうなったんだよね。そうこうなって忘れちゃったっていうね。はい、はい、始まりました。はい、はい、課外授業ね。今日はですね、皆さん、今日私が担当するんですが、今日は、麻雀の始まりと終わりの、流れをですねちょっと説明したいと思います。こちらにボードがございます。ちょっとカメラさん、こちらにアップしていただけますでしょうか。じゃーん、こちらですね。はい、ちょっと引っ込みます。ですね、前回の放送で、前々回の放送かな、あの麻雀牌の種類をお勉強したと思います。でですね、ここに書いてあります。そこに、こういった字の牌ですね、東、西、南、北っていう字の牌がありますよってお話ししたんですけども、こっちバツ、こっち丸って書いてありますが、そうです、麻雀の字の牌はですね、この並びになります。前回も説明しました、東西南北じゃなくて、トンナンシャーペーという名前になります。でですね、この麻雀の字の、この並びで、進んでいくんですよ。どういう意味かと言いますと、じゃん、この下の見えますか、大丈夫ですか。はい、こちらですね、真ん中の大きな四角がですね、麻雀の卓になります。これ、麻雀卓です。分かりづらいですけど大丈夫ですか。でですね、麻雀というのはですね、東から始まって、トンから始まって、最後ペーで終わるんですが、東の家って書いてトンチャって読みますね。で、なんちゃ、シャーチャ、ペーチャ、これお家です。皆さんお家です。皆さんお家に住んでおります。で、東から次南に回りまして、次西、北っていう順番にゲームが進行していきます。でですね、これ今こういう風に指を指したんですけども、この進行はですね、反時計回りです。ちょっと通常いつもこういう並び、皆さんイメージされるかもしれないですけど、これはね、麻雀も特徴的で、ここ半時計回りに進んでいくんですよ。最初間違える人多い、そう、多いね。しばらく逆回りとかあるよね、途中でね、おばあちゃんがね、逆回りで進行してる、よく逆回りになってるよね。そうなんです、違う違うよって、ね、そう、ね、そうなんですよ。まあ後で説明しますけど、あの麻雀を取る順番は時計回りで、麻雀の流れはね、半時計回りって、ちょっとややこしくなっちゃってるんですが、とりあえずここでは、麻雀の進行はトン、ナン、シャー、ベーの半時計回りに進んでいきます。でですね、これお家に皆さん住んでるんですが、まずですね、東の風、南の風って書いてあります。麻雀はですね、東の風が一周して、次南の風一周して、これでゲーム終了になります。なので自分が東の家に住みました、じゃ東の家でした、そしたらですね、東の家を1回2回やって、最後ペーチャの人、このペーチャの人ですね、このペーチャの人が終わったらゲームが終了となります。ペーチャの人が何が終わったら、東がずっと東ってこと？ですね、麻雀はですね、まず皆さんお席について東、自分が東だったとします、で麻雀を打っております、で、ゲームが、この後説明しますけど、この後というかじゅんぐり説明していくんですが、最後東が終わると、次の人に回るんです。選手交代して、次南の家の人が担当します、これ順番にこう流れていきまして、何を担当するの？親ですね。はい、親が回るの？じゃあ、そうです、ここではですね、麻雀はですね、親と子供という存在がございます。これちょっと書いておきます。親、子供、はい、親って皆さん漢字はもう分かりやすいです、はい、ですね、あ、親がですね、一回この置きますね、はい、親の人、親と子供が存在しまして、親の人と子供の人っていうのが麻雀にはあるんですが、親は1人だけ、子供は後の3人になります、で、自分が東に座って、一番最初自分が親になります。東が一番最初親になりましたら、次
南の人が親になりまして、西、北って巡っていくんですが、自分が親だった場合、後の人は子供です。で、これ何が違うの？親と子供何が違うのかっていうのはですね、上がった時の、点数が、点数でやり取りするんですが、親だと上がった時の点数が子供の 1.5 倍もらえます。うん、はい。お得。お得。うん、ただし、ただしですよ。ですね、常にね、いい点があるってわけでもないんですが、まあ、それはちょっとおいおいね、説明していきます。ただここでは子供は、ごめんなさい、親はですね、子供の 1.5 倍ポイントがもらえるっていうことだけ覚えてもらえればと思います。はい、この親がですね、トンナンシャーペー、トンナンシャーペーって2回回ったら、このゲームは麻雀1ゲームが終了ということになります。なるほど。はい、でこの2回回った、これを一半ちゃんと言います。字はこう書きます。半分の層と書きます。はい、半分なんです。一つ1ゲームなのに半分なの？そうなんです。ですね、本当はですね、これ半って書いてある通り、実は東の、ごめんなさい、1周2周回ったら半分なんで、そう、東と南で、東と南の風で、あ、そうか、西と北がまだね、なので半分だから、本当は西と北の人の分回ると、これが半分じゃなくて一つと書いて、いいチャンセンというふうに言いますが、まあまあ大体ですね、麻雀これから始める方はですね、きっといろんなお店に行ったりとか、麻雀のゲームやってみたりとかするとですね、この半チャンセンが一番メジャーなゲームの形になります。でですね、まれにですね、東の風のだけと南車、一周だけの時、これは、トンプって言うんですけれども、南の風だけっていうのは存在しないんで、はい、あれそれ、桃鉄のさ3年勝負みたいなことでしょ？そうです、短期戦、時間短いから、その短期戦で遊ぼうよっていうのが、トンプー戦で、普通にじっくりやろうよっていうのが、ハンチャン戦でですね、そう、ハンチャン戦はですね、時間がですね、だいたい約1時間ぐらい、1時間ぐらい結構かかっちゃいます。そうなんだから、手短に簡単に済ませたいな、でも麻雀したいなっていう時はトンプー戦って、1周だけですね、これだいたい20分ぐらいですかね、20分ぐらいかかるんです。ゲームの進行としては、大体東から始まって、トンから始まって、北のペーで終わると。でそれを2周するとゲームが終了という形になります。でこの親と子供っていうのは、今後ですね、必ず、麻雀を覚える上で覚えておかなければいけない項目になります。自分が親なのか自分が子供なのかによって全然ちょっとね、もらえる点数も違いますし、そうなんですよ、ゲームの進行上自分が親か子供なのかっていうのを確認していくことは大事になりますので、皆さんね、こういう風にゲームが始まって終わるんだっていうことをね、ちょっとこちら、今回はこの表でなんとなく、この四角があったな、そういえば上が東で、上の方に東があって、こっち左側に南あったなみたいな感じで覚えてもらえれば、間違いがないかなっていうふうに思います。この本当ね、この時計回りではない、反時計回りだっていうことをね、やっぱ忘れがちなんでね、そうなんです、あれ自分の番だっけ、誰の番だっけみたいになるんで、そうなんですよ、必ずこういう回りでゲームが進むというふうに覚えてもらえればと思います。はい、なるほど。だから1なのに半って書くんだね。そう、これね、半、確かにさ、1ゲーム2時間って結構だもんね。なんか昔はね、いいチャンセンだから半分で1つって書いて、いいチャンセンだったんですけども、今は半分になってます。それでも1時間だからね。ね、かなりのボリューム。そうなんですよ。なるほど。はい。ふーんっていう
う感じでね覚えてもらえる、うんうん、この一つ一つのね呼び名とかはまあ全然今覚える必要はないんですが、うんうんうん、でも親がさちゃんと回るんだねみんなにねじゃんけんで勝った人が親とかではないのね、そうなんです、うんうん、そう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 、うん、必ずね、うん、そこはイーブンにねみんな、うんうん、はい勝負事ですから ね、はいはい、みんな回っていきます、はい、うん、ということで今回はゲームの始まりと終わりをお勉強しました。はい、わかりましたか。はい、はい、いい返事ですね皆さん、ね、一緒に勉強しましょう、うん、はい。それではね、真面目な話は終わったところで、はい、あのお便りを今日いただいてます。はい。タウンビギナーさんからですね。ありがとうございます。肉弱の皆様、ゲストの古谷さん、こんにちは。こんにちは。はい、先日某番組のアーカイブを見ていたら、うん、古谷さんがゲストだったのですが、うん、そこで古谷さんがマイ醤油を持ち込んでいました。はい、自分の醤油を持ち込むぐらい好きな古谷さんですが、おすすめの醤油の銘柄ってありますか？マニアック。調べてみたら全国でご当地醤油のようにいろんな醤油があるらしく、うん、今後出張で地方に行くときに買ってみようと思いそうしました。よろしくお願いしますと。はい、なるほどね。ありがとうございます。え、醤油が好きなの？あのですね、うん、そのどういうこと？タウンさんが言ってる某番組っていうのは多分料理対決の番組で、はい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 、でまあすごい醤油大好きなんですよ、私何でも醤油かけちゃうので、逆になんかサラダもドレッシングかけないで醤油だけとか、サラダにしないよ。そうなんです、そうなんです。だからさ、大豆も本望だね。そうですね、嬉しい嬉しい。お好み焼きとかもそう醤油かけちゃいますね。あ、でもたこ焼きはさ最近あるよね醤油って、ね、そうですね、美味しい美味しい。あっさりして美味しいかもね。そうなんです、うん、ただちょっとかけすぎて、うん、あのやっぱちょっとまたお医者さんに怒られて、塩分の話塩分の取り過ぎちゃうお医者さんに怒られて、ね、あのちょっと減塩醤油に最近してるんです、はいはいはい、あ、なるほどね、ちょっと気にしてるみたいな、うんうん、でも特に銘柄とかそんな気にしてなくて、うん、とりあえず減塩醤油ですみたいな。へえ、マイ醤油ってすごいね。そうですね、これぐらいのコンビニで売ってそうなこれぐらいのを持ってったんですよその時。そうなんだ、はい、あ、減塩の、はい、あ、減塩、その時は減塩じゃなかったんですけど、今はね減塩、今は減塩でちょっとあの放送見てる人もみたいな、うん、なんかちょっとどん引かれてるのを気づいてしまい、うん、ちょっとやっぱ気をつけた方がいいのかなと思って、うん、で醤油って味強いからね。そうなんです、何でもかけたら全部醤油味になっちゃうじゃん。そう、確かに、まあ、それがいいのかもしれないけど、でも見た目もなんかさすごくなりそうじゃない、醤油って色濃いし。そうだね、あのさ、なんていうの、卵焼きとかさ、あ、確かに、に、まあ、薄めたさ、ね、醤油とかさ、お蕎麦のつゆとかさ、うん、あの手の入れものを入れるとさ、うん、入れすぎると急にさ、うん、ドヨンっていう色になる。そうですね、わかる。なるね、確かに。で、あの卵かけご飯の卵もさ、うん、醤油入れすぎるとさ、うん、急になんかさ、ね、美味しさが失われた色みたいになっちゃうじゃん、うんうん、ね、だから難しいよね。あいつ主張が激しいんだ。そうなんですよ、うん、でも気にせずかけてたんですけど、ちょっと気をつけようって今思ってます、はい、じゃあ結構いろんなところに行って醤油を見るとかは別にしてないみたいな。そうですね、なんかもうこの醤油じゃなきゃ絶対嫌だっていうのは特にないんですけど、前に1回九州の醤油いただいた時は、うん、なんか甘かったんですけど、うん、刺身醤油的なやつかな、刺身醤油ですかね、うん、甘いね、向こうね。そうなんですよ、なんかちょっとそれはそれで美味しかったなって思って、うん、でもちょっと足りないなって思って、辛さ、ね、そう、甘いのダメなんだ。あ、でも美味しかったです、うん、なるほどね、はい、広島の柿醤油も美味しかったけどね、広島は柿さ、ね、名産だから柿のものいっぱい売ってるんだけど、うんうん、柿醤油はすごい美味しかった、美味しかった、うん、そういえばそんな感じ、そんな感じ、ね、特に醤油気にしたことなかった。じゃあもうむしろ、じゃあタウンビギナーさんが、はい、全国ご当地醤油いっぱい買って、そうですね、教えて、教えてください、美味しい醤油、ね、で美味しい醤油を送ってもらうっていうことでいいよね、はい、そうだ、なるほどね、これがおすすめです、これがおすすめです。なるほどね、ちなみにみんなはあれなの、目玉焼きには醤油派なのかソース派なのか、うん、これもうよく言われる、ね、絶対醤油でしょ、絶対醤油です、そうだよね、ここでソースって言ったらちょっとってなりますけど、確かにざわつくね、そう、私も醤油なんだよね、うん、そうなんだ、いや私も醤油でソースかけたことないよ、うん、ソースはないかも、
あ、本当にそうなんだ。ご飯と目玉焼きの時は醤油ご飯で、だからトーストとかで乗っけて食べたりとかする時は塩コショウかな、うん、あ使い分けてらっしゃる。塩コショウの人もいるかもね。私塩コショウだな。そうなんだ、なるほどね。じゃあなんで目玉焼き聞きたかったの。そういや、ソースと醤油に分かれると思いきやまさかの塩コショウだった、うん、おーっていうね。そうなんだ。あの目玉焼きってさ、うん、美味しいじゃん。美味しい。フランスでさ目玉焼きがね、うん、まあ食べたくて我々は、うん、でさ、うん、醤油ないわけよ。へー、まずね、まず目玉焼きを頼めないのよ。どうやって頼んだらいいか分かんないから。あ、そっか、言葉がね。そう、うん、これこのラジオで話してないよね。いろんなとこで話したけどこのラジオで話してないよね。話せない。あのフランスの世界選手権に行って、うんうんうん、朝食がビュッフェなんだけど、うんうん、いろんなハムとかさ、うん、チーズとかパンとかいっぱい置いてあるの、うんうんうん、でも卵はねあのスクランブルエッグ的なやつしか置いてなくて、はい、1種類しかなかったんだね、うん、でさ別に何のあれもなく食べてたんだよ、うん、そしたらさ隣の家族さゆで卵食べてんの、うん、へえって思って、うん、え私のとこないけど、あそこにもないけど、うんうんと思って、そしたらこここう立てかけてあるさ、うん、こういうやつピッて開いたさ、読めないで全然、うんうん、エッグって書いてんだよね。エッグね。チョイスエッグって書いてんだよね。あ、選べ的なやつね。そう、しかも大事なのはねそこにね、うん、数字が書いていない。数字が、これさお金持ち専用かもしれないじゃん。別料金的なね。ああ、怖いからそういうの、金を詰めとね、そう、そういうの怖いから数字、こうユーロとか数字とか見たら数字ないと、これいけんじゃないかと思って、うん、あのウェイトレスさんに、うん、なんか飲み物聞きに来てくれたんだよね、うん、でエッグエッグ、うん、エッグ聞いたら、うん、伝わったつって、通じた。で多分何がいいって聞かれたの、うん、もう分かんない、うん、エッグエッグそれどういう反応なの。いや、そしたら向こうがなんか、うん、多分こうやってこういうのもあるよこういうのもあるよって言ってくれた中にオムレツって聞こえたんだよね。あ、来た、うん、フライドエッグ、ボイルドエッグみたいな、うんうん、オムレツって聞こえて、オムレツって言ったらなんかハムとチーズっていう単語聞こえたから、うんうん、イエスイエスイエス、うんうんうん、全乗せ、全乗せ、全乗せ、全部乗せ、イエスイエスイエスって言って、うん、その日私さ最初にそのテーブルに着いたからさ、なんかみんなが来るの待ってたの。うちの副代表とか、うん、木原さんとかさ、うん、いたんだけど、うんうん、もう超ドヤ顔みんなが来たら私のとこだけオムレツが来るドヤドヤ、みんな、え、大崎何これって、もうすごかった、あの盛り上がり、何これ何これ、頼めるんやでみたいな全乗せでって言ったけどな。そうで、まあ、その日から卵を頼めるようになって我々はみんなが、ね、で目玉焼きやっぱ食べたいよね、うんうん、でも醤油ない、うんうんうん、で日本食が売ってるスーパーみたいなところがあって、そこみんなで行ったら、まあ、とあるねこう赤い蓋のよくあるあの醤油ですよ、うん、あれね、あれね、あれあって、昔ながらのね、はぁーってみんなで、はぁーっつってそしたら木原さんが、ね、俺が買うよかっこいいあのこの醤油、うん、フランスで買ったら400円ぐらいした、うん、あーそうなの、高いね、俺が買うよっつって買ってくれて、その次の日から我々のテーブルの真ん中にはその醤油がバン、お、置いてあって、誰かが持って帰ると、また次の日持ってくる、うん、すごいね。ある日全員置き忘れて帰ったの。あらまあ、うわもったいない。夜、そう、夜、あれ、あ、醤油誰持って帰ってるみたいな、え、持って帰ってない、え、え、うんうん、え、って、うん、うわ明日からまたあー醤油がない生活だみたいな、うん、もう結構みんなドヨンってしてて、うん、でその日本食そう大超大じゃん、うん、で日本食売ってるさコンビニなんだよ、うん、コンビニなのに土日休みだからさ、24時間とかじゃないから、そういう感じだよ、そう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 、休みばっかだから、で結局さドヨンってしたわ、みんな行ったらさそのウェイターの人、うん、お姉さんがさウェイターですか、そうパンって置いてくれて、ちょっと
えてくれたんだ。もう絶対厨房であのジャパニーズたちのソイソースだよ。絶対やってるよ、絶対やってる。そうでもさ、もう感動してうんうんうん、メルシーっつってみんなで今日もまた目玉焼きと醤油食べれるみたいな。よっぽど日本人ってやっぱ醤油好きなのね。いや好きだね。聞いちゃうとさ、うん、ほんとね、みんなの醤油への情熱がすごかったもん。海外行くとすごいそんな発見があるんだ ね、うん、全然日本で生きてたら全然気づかれない、ね、2、3日だったらあれかもしれないけど、うん、1週間以上行くとさ、ね、ちょっと辛いですね。すっごいまずいお米の焼き鳥屋さんの弁当とか買ったもん。それでもお米食べたくて。お米ないんですか。ほとんどない。パン、パン、パン、パスタ。うーん、買ってもさ、なんかタイ米みたいな、ちょっと辛いやつ。そうそうそう、それをそれすら買った。あ、そう、食べたくて。あ、で帰ってきてしばらく、ね、帰ってきて成田着いて最初に食べたのおそばでしょ。うん、そっから2日間あの銀シャリのおにぎりばっかり食べてた。米がうめえと思って。海外でねずっと行っちゃうとね、そうなんだね、食文化違うんだね。そうだね、うん、まさかの醤油エピソードが ね、ここまでつながると。だからなんか、あ、そういえば私そんな醤油好きじゃないって思ってたけど、うん、今の話聞いて思い出して、うん、あ、すごい醤油好きだったと思って。日本人で嫌いな人いないってことだよね。いない、みんな好きだよ ね、 ね、あんまいないよね、醤油嫌いっていう人。そうですね、聞いたことないけどね。どうしようかと思いますもん。私醤油嫌いなんですって言ったら。そうだよね。お寿司とかさめっちゃつける。あ、でもつけないです。ええ、あんまり。おっと、あの違うんでしょ、親がちょっと厳しくて、やっぱちょっとあんまり予想の人に醤油そんなガバガバつけるの見せられないみたいな。あ、おお、ご両親がってこと。そうですね、だからちょっと、ちょっとだよ、ちょっと、ちょっとだから、ちっちゃい頃はお寿司食べるときちょっとだよ、ちょっとだよみたいな。私超つけるわお寿司は。寿司かける方はほとんどしないけど、うんうん、なんかつけちゃう。生もの苦手なのかな、もしかして。そうかもしれない。あんな牡蠣食べるのに。確かに生もの苦手なの。そうなの。いやでも、わかんないけど。ずいぶんあれなんだね。じゃあちっちゃい頃は醤油をそんなに食べなかった、その反動が来てるってこと。ちっちゃい頃からでも使ってました。あ、使ってたからお母さんたちが、あ、そうなんだ、よそでやると恥ずかしいよって言ったわけね。でもサラダにはかけちゃうんですよねみたいな。それで今前醤油持ってったでしょ。そうなんです。お母さんみたいに激怒しちゃうね。激怒しちゃう。そうだね、すごいね。え、そんなこだわり持ってる食べ物ある、調味料とか。いや、持ち歩くほどはないよね。ないよね、ないよね、全然ない。持ち歩いてたものなんてあったかな。でもなんか最近は料理をね、うんうん、お母さんでやってるよね。いいよ、今日あのほらプエドバル今日閉まってて梅酒ないから。そうなんです、いいよ、喋って喋って。まだまだこの話続きますけど、うん、ね、そう、料理をね始めると、うん、調味料が必要じゃないですか、うん、で大体家にあるものって、まあ、うん、そのメインのさ、例えば塩と胡椒とみたいなのあるけど、うん、だんだんとさ作っていくうちに、なんかオイスターソースっていうのがあるらしい、うんうん、オリーブオイルとかね。そう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 いうの、そういうの、そういうの、豆板醤があるらしい。あ、あるわけですよ、うん、だけど ね、 それ買うとね、もうドーン来ちゃうわけですよ。でもドンはいらないでしょ、うん、みんな。そんなみたいな。そうそう、ちょっといる、うん、それを聞いたお客さんたちが、あのホワイトデーのお返しにこちらの柚子胡椒をどうぞみたいな感じ、うん、おー、いいじゃん。そうね、あの柚子胡椒いいねとか、そうそう、みんなでなんかこう調味料を差し入れて、嬉しくない。それはね、すごい嬉しい、嬉しいね、それ、うん、あのさ、オイスターソースこんぐらいのあるよ。そう、あ、そうなんだ、うん、だドン買っちゃったよ、こんな、こんなね、こんな、なんでそんなさ、なんかさ、花まさかよ。うちの多分スーパーのラインナップがこのサイズだった。そうだ、オイスターソースってこんな量で使うんだと思って一回使ったらさ、うん、もうなんか牡蠣の風味しかしない味になっちゃってさ、どんだけ色がいいの、素材の味がゼロになっちゃって、うん、そう、オイスターソースで何作ったの。え、なんかね、またアレンジしちゃったのよ、私。なんでだよ。やっぱさ、まだ工夫って大事って聞いてて、そう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 、他の人と一緒とか嫌だわっつって、うん、なんかクックパッドのね、皆さんの料理をこれ模倣するのもやっぱオリジナリティを出さなきゃと思って、うんうん、オリジナル出した結果オイスターソースの味しかしないものになっちゃって、うん、何入れたかさえもちょっと定かじゃない感じです。 あのさ、基本ができてからの応用だからね。そうだそうだね、うん、そう、みんなに中学生にいきなりサイン、コサイン、タンジェント教えてるようなもんだからね。そう、私だからまだ掛け算
引き算ぐらいの段階だったのに、うんそうね、いきなりそうそうそう会の公式始まっちゃった、始まっちゃったそうそう因数分解とかやっちゃった感じ、うんうん、そう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 、でも反省した。であれからちょっとあのもうちょっとクックパッド先生に従順に従うようになりました、うんうん、そしたらね、うんうん、そこそこいけるね、うん、だからさ、ちゃんとやればいいんだって、その通り。そうだね、うん、もうなんでアレンジしたいのかもう分かんないもん話聞いててでも家にね砂糖がなかったんですよ、うん、で買えばいいっていう話は一旦置いときますよ、ここは、うんうん、であの私ね本当甘いものがそんな得意じゃなくて、うんうん、砂糖は使わねえっていうちょっと、うんうんうん、あのポリシーがあったんですよ、うんうん、だけどあの砂糖ってあの別に甘くするためだけじゃなくて、うん、あのよく甘辛醤油的なやつとかあるよね、うん、あれに使うじゃないですか、うん、一回ねそれ抜きで作っちゃったんですよ、すげえしょっぱそう、ものすやっぱりまさに醤油味になったよね醤油を食べてる、個体の醤油の味になるそう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 食べてる感じになっちゃった、あのね砂糖はねこう買うと1キロとかになっちゃうじゃん、うん、でしょ、うん、だから、うん、あのどっかでコーヒーとかを頼むときにお砂糖ミルクどうしますかって聞かれて、まあブラックでいいんだけど、あじゃあお砂糖くださいって言って持って帰ると何グラムか、うん、1回に使う砂糖ぐらいになるから、あーそうドーンじゃなくてね、やっぱ1キロで買うと全然なくならないから、うん、まあグラニュー糖なんだけど、うん、別に砂糖であることには変わりないから、うん、そうやって持って帰ってきたりすると1回の料理分ぐらいにはなると思うよ、なるほどね、うん、じゃあ次からちょっとじゃあ3本ぐらいもらってこう、それはねお店がかわいそうだからやめてあげてそうなんですよ、うん、料理だんだんとね、うん、そうだんだんできるようになって、うん、醤油と最近だからオイスターソースを仕入れたんでね、はい、いいねそれっぽいね、なんかそれっぽいですよ、でもなんかオリーブオイルとかそれっぽいよね、それっぽい、それっぽい、そうそう、うん、分かる、そうだね、うんうん、おお上からなんか、いやいやそうだねと思ったの、うん、そうだね、うん、うでも調味料のプレゼントっていいよね、そうそれ嬉しかった、私も前うちの教官の吉倉さんに、うんうんうん、オリーブオイルと醤油がね混ざってるっていう、すごいおしゃれな、すごいミックス、うんうん、だからこう焼くために引くものではなく、うん、こう味付けを一緒に、例えば多分サラダにかけても美味しいと思うし、そういうちょっとなんか香ばしいいい匂いがする、すごいおしゃれ、オリーブオイルもらって、すごい嬉しかった、やっぱ自分じゃ買わないもんね、そうですね、そうなんですね、買わないかもね、オイスター買わなかったね多分自分じゃね、そうなんですよ、買ったんだよね、え買っちゃったんですよね、いやそれオイスターこれでしょこれだ、そうそうだ、結局人からもらったやつのサイズ感よりも倍ぐらいを買ってしまったけど、そうでも先にこれがなかったら私買ってないから、ありがたいよね、知ったからさ、あそうだから買いたくなっちゃったんです、ウェイパーがいいよ、ウェイパ ー, あーウェイパーって教わったね、ウェイパーこんぐらいの赤い缶に入ってて、はい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 、ちょっと高いんだけど、うんうんうん、お鍋にお湯作ってウェイパー入れて野菜入れたら美味しいスープになります、うんうん、そこにラーメン入れたらラーメンになります、あすごいね、ウェイパーすごい、ウェイパーすごい、ウェイパーすごい、料理とかしない、最近は全然しないですけど、あでもしてたんだ、してました、あ、うん、そうなんだ、醤油味ベース、そんなわけねえよ、いやでもちょっとそんなわけねえよ、不安になってた、なんていうんですかね、結局あの料理中に醤油は入れない、食べる時にかける、あ最後のそういう感じ、ああそうなんだ、なるほどね、そうじゃあちょっとあれだね、ねすごい尺取っちゃって、うん、醤油がすごいっていう、あとウェイパーもすごいすごいっていう話題でね、あじゃあお便り来てたらどうぞ、お便りいいですか、うん、じゃあこちら、あこちらに行きましょう、はい、じゃあメールありがとうございます、ちょっとお名前がなかったんですが、はい、はいはい、じゃあ講師陣の皆様こんにちは、こんにちは、こんにちは、今月もゆるりと観覧しております、早速ですが皆様の好きな季節とその理由を教えてください、よろしくお願いします、季節が、季節、好きな季節っていうご投稿です、なんかあるのかな、みんな夏がいいとか、あるある、全然ある、あそうなの、うん、じゃあエリちゃんから行こう、私夏が好きです、じゃあその心はって書いてるよ、その心は私が作ったけど、なんでえそうなんあるんだ、そうなんだ、だって夏テンション上がるじゃないですか、冬めっちゃテンション下がるし、え冬テンション下がるの、テンション下がってます、あ、まあ、今ようやく私上がってきたんで、上がってきたんで、ね、今ちょうど上がりたくなって、そう
ようやく元気出てきたぐらいですね。寒いの、まあ寒いのが嫌いなんですよね。そうなんかみんなね、あの寒かったら着ればいいじゃんって、暑いのはどうしようもできないけど、寒かったら着ればいいって言うけど、まあ、そういう問題じゃない。あ、そうなん、寒いのはテンションの問題嫌い。そう、そうなんだ。よっぽどあれ固くなな意志があるね。そうエリちゃん嫌いっていうのなかなか聞くことないから冬嫌いそうなんだ。夏好き。そう、まあ、主に気候気候の問題です。いつがいいかな。なるほどね、うん、なんかね春とか秋は、ま、ちょっと生ぬるい、ま、生ぬるい、そうなんだ。ガンガン暑いぐらい暑い感じがね好き。そうなんだ、初めて聞いたその話題。あ、そう、そうそうそう。でもともと外でね、中学の時ソフトボール部だったから、うんうんうん、多分ねもともとそのなんていうの、外でずっとやる競技だから、それをまあ夏休みとかもずっと毎日毎日練習してて、だからまあ、ね、慣れたっていうのもあるかもしれないけど、 なんかこの汗をこうダラダラかく感じが好き。へー、そうなんだ。あ、そうなんだ、うん、ちょっとこれめっちゃ意外だった。そう、意外だった。夏が好きですね、うん、なんかあります？私でいいんですか？どんどん言う、どんどん言う、どんどん言って。私出身がそう山梨県なんですけど、うん、あの小中、私雪女なんですよ。小中高卒業式大雪なんですよ。すごいね、山梨で。はい。それすごい。でなんか夏もそんなに暑くなくて、うん、30度いったら暑いねぐらいな。嘘でしょ。本当です、本当です。富士山の麓なんで。ああそういう、ね。なんで暑いねみたいな感じなんで、うん、あんまり夏が暑いって印象がなくて。うん、で雪降るから、まあ、雪で鎌倉作ったりとか雪合戦できるから冬が私は好きだったんですけど。そんなに雪降るんだ。降ります。小学校とかはもう学校の授業なくなって雪で遊んだりとかしましたね。なるほど、はい、うち私ね小さな頃夏って24度ぐらいだったんだよね。そう、そうですよね。暑いねって24度だったんだよ、ね、北海道、うん、だから夏好きだったんだけど、そうね、そうそう北海道だから、うん、北海道だもんね、東京に来て夏ほんと嫌だって思う。もうやばい、夏否定派がすごい多いね。湿気多いよ。あ、確かに湿気はね、ほんと嫌だし、もうなんか電車の中の匂いも嫌だし、それは確かに、なんかもう人臭い臭いのが、いやでも別にあのね、そういうのが嫌なだけで、別にやっぱ夏のテンション上がるとかは分かる、暖かいの好きだし、あと冬は冬で北海道ってね、もう見た目寒いのよ。寒い、窓の外とか超寒いのよ、うん、なんだけど東京って夏と冬の景色が何も変わらないのにめっちゃ寒いでしょ。確かに、それも嫌なわけよ。あ、寒いならもうちょっと寒いらしくしろよってなるとやっぱ ね、私春が好きです、うん、あのなんていうの、あったかくなったねっていうこのみんなのなんかテンションなの、ね、寒いのをすごい我慢していろいろ着たりとかして今日上着いらないねのあの瞬間、わかる。あのさ、ちょっと前にあったじゃん、今日あったかいねみたいな、あの瞬間が大好きです。あ、なるほどね。今日も上着なしで来ました。うん、今日結構暑いね。今日は暑い。暑い。今日は結構暑かった。で、ノンさん、あと1分半ぐらいでお願いします。そんなね、これ尺使わないです。いや、あのね、うん、私ちょっと特徴的な、うん、ちょっと性格があって、うん、あの、うん、混んでるところが好きなんですよ。本当にすごい混んでるところが好きなの。そうなの。変な意味じゃなくてですよ、あのなんか例えばあの新しい、あの例えばあの空町ができましたとかさ、うん、あのイベントがありますとかあるじゃん。 ああいうのってすっごい人が混んで、なんかそういうの苦手っていう人多いと思う、苦手すごい好きなの。あのあのワッサワッサしてる感じがね、もうお盆お台場行ってきなよ。いや、そうそう、で好きだよ本当に。だからああいうなんかね、そう、だからディズニーランドとかも、うん、あの空いてない方がいいの私って、めっちゃ並ぶじゃん。そうそう、だからうわー2時間待ちだよっていうのが好きなの。なんかこうみんながこうワッサワッサしてる、こうなんていうのかな、あのなんかかさってるよりこうなんか盛り上がってる感じがやっぱ性分的に好きなのね。なんかお祭りが好きなのかな。お祭りは好き。あ、そうそうそう、わかるかも。なんとなく、だからなんか冬も夏もいいんだけど、その混んでるところが好きだから。うん、季節じゃないもはや。もはやね。だから季節じゃない。だからでも、うん、さっき大崎さんが言ってたけど、あの夏ですごい混んでるところ行くと、うん、もうなんか
得体の知れない匂いに包まれる時とかもあるじゃない、うん、だからだからそれの意味で夏以外は全般的に好きなんだけど、あ、なるほど、そうだからもう、はいはいはい、うん、そう、その耐えられないそのね、なんかその匂いがない季節だったら全般好き、うんうん、とにかくその混んでる場所がね大好きなんですよ。へー、すごい珍しい、そう、珍しいでしょ。でもさ、混んでるってなんか夏場に多い気がするけどね。そうだね、うん、そうだね、すごいね、なんかみんなすごい割れたね、割れた、割れたね、こんな割れるとは思わなかった、ね、じゃあ、そろそろ、そうだね、あの使いましたね、そう、あのコーナー行きましょうか、うん、はい、行きますか、うん、じゃあ負けたらお預け、北千住グルメバトル、わー、甘いがね、はい、さっきね、放送開始何分か前に決まりました、うん、どうしよう、どうしよう、ようやく決まりましたね、はい、ということでね、今回個別コーナーを担当させていただきます、うん、で、このコーナーでは北千住で買ったね、はい、食べ物を、うん、まあ、何かしらのこう対決をして買った方が食べれるっていうね、コーナーなんですけれども、うんうんうん、まず今日じゃあそのね、北千住で買ったもの、うん、ここにあるんですよ。超美味しそう。これ何ですか？ポップコーンです。美味しそう。ポップコーンなんだ。え、ポップコーンね、本当に好きなの。好きだよ。めっちゃ好き。めっちゃ好きだ。そう、ちなみにこっちがハニー&チェダーチーズ、うん、名前が美味しそう。美味しい。そしてこっちはチョコレート&ストロベリー。そっちも美味しそうですね。見た目も可愛いよね。可愛い。でね、ついついね、あの予算の関係もあって2個買っちゃった。愛おしいですもん。どうしても絞りきれなくて2個買っちゃったんで、うんうん、絞りきれなかったね。そう、どうしてもね、うんうん、じゃあこれ ね、 なんでね、うん、今日の対決は、はい、ゲスト組と紅クジャク講師組にちょっと分かれて、はい、うん、はい、やろうかなと思います。なるほど、はい、で、うん、今回私がね、はい、古谷さんちょっと、はい、呼ばせていただいたので、うん、私がちょっとゲスト側に、うんうん、はい、はい、だって、あと紅クジャク講師陣大崎さん、東川さんで対決して、うんうん、勝った方がこのポップコーン食べれます。いい、ね、あー、食べてー、じゃあ巻き、はい、巻きでお食べたいです、はい、もうちょっとだよ、ちょっと、分かりました。じゃあ何やんの、さあ、今日はゲームでじゃあ対決しようと思うんですけど、はい、うん、今日のゲームは、ね、まあ、連想ゲーム、うんうん、まあ、まず紅クジャク講師陣の2人が、うん、何かざっくり大きなお題を出していただいて、うん、それにそれをなんて説明したらいいのかな、まあ、じゃあちょっとね、具体的なまずじゃあ例を出してみましょう、うん、例えばじゃあ果物、はい、思い浮かべてくださいって言って、紅クジャク講師陣が果物を何か思い浮かべていただいて、1個です、うんうん、はい、1個何か思い浮かべてください。思い浮かべました、はい、で、うん、それは私たちには内緒で、うん、で私たちが質問します、うん、例えばその食べ物は赤いですか、ほう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 、とかその食べ物は夏に食べられますか、うん、とか、まあ、こういう感じの質問を10個までします、うん、はい、で私たちが当てられたら私たちの勝ち、うん、で当てられなかったら紅クジャク講師陣の勝ちということに、なるほど、なるほど、はい、分かりやすかった、なりますね、うん、それをまあ何問かちょっと、はい、まあ、ちょっと時間を、ね、見つつ、はい、すいません、やっていこうと思います、了解です、はい、はい、じゃあ早速こんな感じで始めていきたいと思いますので、はい、じゃあ1個まずなんか大きなお題を決めちゃいましょう、うん、何がいいかな、じゃあどっちから出す、うーん、じゃあせっかくの大崎さんから行こう、はい、じゃあみんなお酒好きだから、うん、じゃあお酒の種類にしよう、お酒の種類、あ、お酒の種類、うん、はい、わかりました。じゃあ大崎さんが連想したものをこのホワイトボードに書いて皆さんに見せてもらいます。私たちは見ちゃダメってことは、皆さんは知ってるってことだよね。そう、みんなは知ってます。みんなは知り得ることができて、うん、こっちは知らないんだ、うん、なるほど、なるほどね、うんうん、これ質問が結構キーになりますね。難しいよね、ね、大崎さんは、何、どう答えられるんですか。あ、大崎さんはイエスかノーでしか答えられません、ね、はい、じゃあイエスかノーかでしか答えられないから、そういう質問をしなきゃいけないんだ、うん、そうそう、そう、難しいよね、うん、難しい。さっき実はこっそりね、ちょっとね、一、うん、回例題で練習したんです。できました。じゃあ見せてください、はい、じゃあ向こうの人は見ちゃダメだよ、みんな見ちゃダメだよ、はい、はい、見えます、ね、私も一緒に連想しようかな、おーおーおーなぜかこっち側じゃあ、はい、のーちゃんは問題の数をじゃあカウントしてもらえれば、はい、10個までなんで、はい、はい、じゃあそんなわけで皆さん答えが分かったところで、はい、うん、1問目からじゃあ質問していきましょう、はい、酒の種類でしょ、酒の種類、そうね、どう、まずざっくりお酒
酒の種類ざっくり何を質問しようか。何にしましょうね。なんか言われてみて何かん、じゃあとか悩みますね。うん、それは、うん、何か割り物で割って飲むことが多いですか。イエス。割り物。じゃああんまロックとかではない。ロック。ああ、まあでも、うん、ロックっていうかストレート。うん。半々じゃないですけど、割ることもできるしそのまま飲めるっていう考えの方がいいかもしれないですね今は。なるほどね、今は、うんうん、今はね。じゃあアルコール度数は、うん、難しいか。アルコール度数は 10% 以下ですか。わかんないです。わかんないがいいんだね。その種類は透明ですか。イエス。お、うん、ということは、うんうんうん、結構ビールではないということですね。うん、おお、なるほど。うん、えらい。その消去法ね。えらい、はい、えらい。そう、ウイスキーでもないですよね。うん、まあそうね、ウイスキーって色ついてるよね。うん。じゃあどうしよう。なんか難しいね。今何個？今ね3つです。3つ。おお、まだまだ7個も質問できる。うん、あります。じゃあ居酒屋に大体置いてありますか。イエス。うん、じゃあ結構大衆的というか、大衆的、そうですね。なんだろう、そう、そのお酒はコンビニで買えますか。イエス。うん、あれもう5個いっちゃった、半分いっちゃった。うん、じゃあちょっと私が今思い浮かべてるやつをちょっと具体的な質問をしていいかな。いいかな。はい、どうぞどうぞ。それは、うん、芋とか麦とかありますか。イエス。あ、おおってことは、ね、私はあれしか思い浮かばない。私もあれしか思い浮かばない。ただこれを明確にするためにもうだってあと4つあるよ。あと4つなんか明確な質問しようよ。なんか明確になりそうなもの。なんですかね。日本産。あ、そうね。そのお酒は日本産ですか。日本産って日本ちょっと変だな。まあまあまあ。日本で作られていることが多いか。あ、そうですね。それ、うん。イエス。あれでもこのイエスなんてさ、ちょっと待って、私が思ってるの違うかもしれない。あれ？ちょっと待って、あと2個？あと2個？じゃあなんか、あれ？分かった。じゃあ私がとりあえず思ってるやつをね、うん、聞くわ。ウーロンハイの原料ですか？イエス。ああ。8です今。今8です。じゃあなんかもうちょっと多分大丈夫だと思うけど、なんか確定するような質問があれば。確定ですか？確定ですか？うん、そう。あ、多分それあんま飲まないんですよね。その種類多分私が思ってるのと合ってるんだったらそれあんま飲まないからちょっと出にくい、出てこないですね。でもそれじゃないの、ざっくりそれじゃないのかな。まあ、多分ざっくりそれだと思うんですけど、銘柄とかではさすがにないんじゃない、わかんない。あ、それを質問して銘柄されたらちょっと困りますね、どうしようみたいな。それをじゃあ質問して、銘柄じゃないかを質問してみる。マイクに入るようにお願いしますね。じゃあ聞いちゃいます、うん、それを聞いちゃおう、うん、銘柄何でしたっけ。銘柄ではないですか。イエス。あ、じゃあやっぱりざっくりそれなんじゃない。もう今9個です、ね、9個、はい、次がラスト。じゃあそれは死から始まりますか。イエス。やったー、わかったー。すごいね、最後死から始まるまで行ったね。じゃあ正解どうぞ。多分せーの、焼酎。正解。やったー。やばいね、たどり着いた。拍手してる場合じゃないんだよ、私は。たどり着いた。漢字に自信がなくてやめようかと思ってそうだ、ね、だけどひらがなで書きました、うんうんうん、いやでもかなこちゃんのね、透明かの質問がすごいよかった。あ、そうだね、あれのおかげですごい絞れたね、うん、ビールかな、ビールかなって私思ってたから、
確かに私もちょっと見えるかな。なんか私ちょっと今日月と悩んだんですけど、今日月銘柄じゃんって思って、あの、ね、そう、そ日本産ですかはね、やっぱね、なんか神野とかのイメージも結構強くて、神野もあるか、確かにそうだね、そうそうそう、変な質問しちゃいましたね。いや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 、でもね、最後まで行ったからね、うん、うん、素晴らし い, い, いじゃあゲストチーム一緒。いや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 、負けてらんねえぜ。じゃあ次はのんちゃん、次はそうです、何にしようか、大きなお題は。じゃあね、大きなお題、うん、じゃあね、全く違う、じゃあお題にしましょう、うん、はい、そうね、じゃあ、うんうん、私からはじゃあ、うん、スポーツの名前にしましょう。スポーツの名前、それ私分かっちゃうんじゃないかな、それ。あ、じゃあちょっとペンを、はい、はい、ごめんごめん、はい、じゃあ、はい、見ないようにします、ね、そうですね、見ないように。でもどうしよう、すごいなんかさ、変なスポーツ来たカバティみたいな、知らない、皆さんね、いやどうだろう、ね、でもいっぱいしてるから、やっぱ最初1問目はね、優しめに言って、うん、この後どうぞ、あ、そうか、難しくみたいな、そう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 、うん、まあそうだね、確かに1問目はまあ分かりやすかったよね、確かに、そう、うん、うん、みんな知ってる、そうだね、よかった。ジンとか結構意地悪だよね、確かにモッカとかね、そういうの意地悪だ、確かに、はいはい、はい、あ、じゃあ、じゃあ見せてください、見ました、いいですか、はい、どうぞ、こちらも見ない、じゃーん、ね、はい、じゃあ、はい、してください、はい、はい、じゃあ私が数えますね、はい、お願いします、はい、じゃあ一つ目どうぞ、ドキドキする、じゃあ、はい、はい、じゃあどうぞ、オリンピックで扱ってる競技ですか、いやちょっと待ってね、イエス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 、いや、ノーにしましょう。いや、ノーですよ。わからないもいいんですよ。わからないっていうこともヒントになるじゃん。あ、そうそうそう。じゃあ、わからないです。ちょっと大川さんからわからないです。はい。そうだったっけ。はい、じゃあ、玉を使いますか。イエス。あ、これはイエスです。あれ、玉使って。あ、オリンピックでもわかんないんだよね。そんなに有名じゃないのかな。あ、わかった。あの、何か道具を使いますか。あ、そう、玉以外と、そうです、そうです、そうです、うん、道具は使いますか、ノー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 、玉だけ、え、どこが使わない玉だけ、なるほど、あの知ってる人の顔色とか、ね、ジェスチャーとか、はい、絶対あのバレちゃうから、バレちゃうから、それは個人競技ですか、1対1なんですか、うん、個人競技ですかって質問だよね、うん、ノーです、あー、チームスポーツなんだね、チームスポーツで球だけで、球を使ってオリンピック分かんない、分かんないで、道具が使わないで、使わない、うん、うーん、なんだろうね、あ、ん、あ、じゃあそれは日本に、うんうん、ちょっと待って、やめよう、本当私分かったかも、ダメだよ、うん、本当にいや、いや、あ、ちょっと待って、あれかもしれない、あ、でもこれちょっと待って、え、何体なんだっけ、あれ、あ、それは6対6ですか、いや、わからないです、あ、これもわかんないのか、ちょっと6対6がまず私もわかんなかった、いや、6じゃなかったらごめんねー、あと今5ですね、はい、今5です、うん、いや、難しいな、これみんな死だよ、みんな死だよ、みんなは、うん、なんだろう、なんか私思ってたのと全然違って困ってます、どうしよう、あ、今何個だっけ、5個、5個で、あ、じゃあそれは、うんうん、ゴールに入ったら点が入るものですか、あ、それはどちらとも言えない、どちらとも言えない、えってことは、えそう、どちらとも言えない、これはじゃあゴールに、いい質問だ、すごい、ゴールにも入るし、ゴールがあるものですよね、じゃあ、あ、わかった、はいはいはい、はい、どうぞ、五郎丸いますか、
はい、いますね。五郎丸いい。でも待って、五郎丸ってどっちだっけ。え、どっちだっけ。あ、え五郎丸どっちだっけ。ちょっとあのこれどっちどっちだっけ。あっちの方だっけ。あっちってどっちですか。え、なんかさ似てるの2個あんじゃん。え、あっちかな。あ、どっちですかね。有名な方、有名な方。まあちょっと待って、ああ今何、まだあるよね。まだあるよ。三つあるよ。じゃあ、え、そのスポーツは、うん、なんか国名入りますか。いいえ。ああ、はい、うん、そういうことね。うん、あ、じゃあちょっと待って、あと2個、あと2つです。じゃあその競技はラから始まりますか。はい。おお、わかった。あと1個あるけど。あと1個あるけど、なんかいいよ、面白い質問してる。面白い質問。ああ、無茶ぶりだった。じゃあちょっとのんさんやってみたいですか。はい。やってみたいらしい。やってみたいらしい。はい、じゃあ10個ありました。はい、じゃあ答えを、はい、せーの、ラグビー。いやー、正解です。いや、ゴローバルはなしでしょ。やったー。ゴローバルはずるいよね。でもね、ゴローバルですかって言われちゃったらもうニヤニヤしちゃったからね。そうだね、はい、いいよね。今話題だったからね、うんうん、そうにしました。ね、皆さん早かったね。早かった、上手だったよね。五郎丸のおかげだね。すごい。全然分かんなくて、最初ゴルフなのかと思ったんですよ。だから道具使いますかって。なるほどね。でも使わないってなったからね。でもよく考えたらオリンピックにゴルフあったってみたいな。自分で言ったけどあんま分かってなかった。そうなの。微妙な。しかも私も途中で分かったの全然違ってた。何だったんですか。ドッジボールだと思った。あ、私もちょっとドッジボールかと思った。なんかさ、ドンとドッジボール似合わない。すごい。好きだったね、昔好きだった。では最終戦です。はい、じゃあこれ勝った方5ポイントにしよう。おお、やばい、やばい。そういうやつね。ベニクジャク名物。なるほど、名物、わかりました。じゃあもうここは答えないとダメなんです ね、うん、ね、うん、10個。いやいや、難しいやつやっちゃって、はい、難しいやつ、難しいやつ。ざっくりな、ざっくりな。お題は何にするんですか。あ、そっか、題は歴史上の人物。あ、これは難しいよ。なんか偉人とか、偉人とか、はい、誰もが知ってる。まあ、メジャーね、まあ、誰もが知ってるやつ。メジャーね、これ私も予想しよう。予想、うん、やばい、ちょっと。なるほどね。喋ってて、喋ってて。あ、これみんなにも予想してもらう。あ、なるほど。せっかくだからみんなにも予想してもらったらいいじゃない。じゃあ最後はそうする。最後はね、逆転だから。じゃあ、うんうん、じゃあそれはもうみんなの。だめよ、みんな口で判断とか、みんなしよう、うん、しよう、みんな。うん、だけど私も予想するわ。いや、もうポップコーン欲しいんで頑張ります。ね、できました。はい、来た。じゃあ、じゃあこれは難しいぜ。わ、難しい。じゃあ10個まで、私カウントします。はい、じゃあいきます。はい、はい、はい。武将ですか。ノー。で、武将じゃなかった。はい、日本人ですか。ノー。あれ。やばい。ちょっと待ってよ、なんかあんまり絞り込めてないぞ。武将じゃなくて。さあ、みんな頭の中で想像してくださいね。はい。発明家ですか。ノー。ちょっと待って。さあ、今3問です。歴史上の人物。はい、はい、ごめんね、なんか全然大丈夫です。音楽家ですか。ノ、no、待って待って、ちょっと待って、なんかどうしよう。もうちょっと絞り込まないとですよね。時代、その時代とかの方がいいですよね、きっと。時代か。でもなんかうまく伝えられる時代が出てこない。それを外れても全然広くなってあんまヒントにならない。あ、外れても当たってもヒントになる質問したいんですよね。確かにそうね、うん、ちょっと時代は分かんないです。はい、分かんないです。ありがとうございます。発明家でもないし音楽家でもないですね。 あ、そうですね、それ大事ですね。はい。男ですか。 ノ、 ノ、 ノ、女性だった。女性だ。女性って言ったら私多分今すごい一人出てきたんだけど。じゃあそれをちょっとむしろ確信をつくようなやつを。それ外れたら違うっていうことだね。うまく言えない。はい。その人は看護婦ですか。 ノ、 ノ。あ、じゃあ違う。ああ、分かる。なるほどね。うん、うん、あれ、ちょっと待って、今何個。今6個。やばい、マジで。全然絞り込めてない。女性でしょ。あ、じゃあ、あ、でもこれ使っていいですか。あ、いいよ、あの、うん、ヨーロッパ圏の人ですか。違うと思います。違う。え、日本でもないんだよね、確かね。あれ、そうです、日本人でもなく
って女を違うと思う。ちょっとそれなし、なし1個、それ 1個なし、かわいそうなんで、うん、1個なし、わかんない。じゃ今5問です。多分違うぐらいしか言えないです。多分違う、なんか絞れるような。今6ですね。今次6問目。えさっき6じゃなかった、うんうん、あさっき6か、ごめんごめん。あと1個なんかなし。あ7がなし、7がなし、あと4つです。やばいねこれ、なんか絞りたいね。そんな方でもなくて、発明家でもなくて、まあ、そもそも女性だもんね。そうですね、女性でしょ、歴史上だよね。やばい、歴史勉強しとくんだった、ちゃんと本当に。なんで歴史をちゃんと勉強しなかった私。女性で、なんだろう、なんだろう。ああでもな、外人でしょ。そうなんです、うん、私ちょっとでもな、看護師じゃない。これはちょっともったいない質問しちゃうから、もうちょっと分かりやすいのがいいな。やばい、うん、明治時代より最近ですか。さっき時代分からないって言ってました。あ、そうだ、時代分かんないんだ。今の追い打ちかけられた。ちょっとなし。難しいな、偉人。うん、難しいね、意外にね。なんかテレフォンタイムとかダメ。テレフォン。お母さんに。お母さんに。お母さん。歴史上のさ、何質問したらいい？どうしよう。これ今こうエリさんと、うん、この人ですかねみたいな人物名出しちゃってもオッケーなんですか？あんま出さない方がいい。まあ、どっちでもいいけど。どっちでも。でもなんか、うん、それが当たりの時にどうしていいか分かんないかも。そうだね。じゃあこの今観覧来てる方に質問募るのダメですか？もうね、私質問がね思い浮かばないの、もう。あ、そうか。なるほど。ちょっとヘルプ一回。じゃあオーディエンス。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 でもじゃああれ、うん、指名してね。あ、指名、なるほど。質問ある人手挙げてもらって指名する形にしてください。はいはい、じゃあちょっとこれいい質問だぜみたいな観覧者の方いますか？誰もいない。オーディエンス誰もいない。これ、ね、でもちょっとひよっちゃいますよね。この質問であんまヒントが出なかったなって思っちゃう。あと残り時間も考えて。あ、そうそうそう。残り時間があるからな。そうそうそう。あと4つですよ。4つ。あと4つです。何も出てこない、ね。一か八か、ちょっとコミット質問してみてもいいかもしれないね。そうですね。さっきみたいなさ。そう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 。じゃあでもあいい、そのさ、なんかさっき思った質問言っていいよ。思った質問、うん、また職業なんですよね。あ、いい全然いい、言ってみて。それ当たったらね、絞れるし。修道院ですか？ノー。じゃあ違う。7。あと3つ。待って、あと3つでしょ。オーディエンス。オーディエンスいいのあったら、オーディエンスの方でいいな、いい質問があるよって思ったら手を挙げてもらえるからね、うんうん、随時皆さん手を挙げてください。女性でしょ。あるかな。そう、場所特定したいですよね。調べてきます。 ありがとうございます。なんと場所、そうか、場所をね、うん、場所が分かればだいぶ。皆さんどうでしょうか。う、ね、画面の向こう側の人も、どうしよう、このポップコーンが今目の前にある。そうだね、いやこのままだと私が食べることになるの。そうだね、職業で絞りきれない、絞りきれないってことだよね。場所で絞るしかないかも。でも有名な女性だと。はい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 、わかりました。もう国の質問も大丈夫です。じゃあさっきのでいいんじゃない。そのさっき何でしたっけ。ヨーロッパ圏。あ、ヨーロッパ圏ですか。ノーノー、じゃなかったんだ。あと2問。やばい、あと2問だって。あと2問、うん、どうしよう。でもなんかどうしよう。なんかないですか、オーディエンスの方質問。ない、ない。手を挙げてもらえば。ギャンブルしましょう。ギャンブルしましょう。だって大体負けだもん。手を挙げてもらえば。手を挙げて。はい、ギャンブル。その人は区から名前始まりますか？ノー。区じゃない。区。しかも区が何だったのかがよくわからない。あと1個。今の質問、あの、入ってないかもしれないから、その人は区から名前が始まりますか、というノーですね。ノーでしたね。区じゃない。わー、最後の1個ですね。どうしよう、ね、
じゃあ一個だけヒント、その国だけじゃあ限定しましょう。国を限定してほしい。はい。国とじゃあ、はい、生まれた年までいきましょうか。生まれた年、生まれた年、生まれた年、そんなのが、はい。アメリカの方で、はい。1880年に生まれてます。アメリカの方で1880年。え、あと質問は？あと一個で、あと一個で、さあラストラスト。私世界史弱いんですよね。そうなの？そう、世界史は弱いんですよ。でもアメリカ、あ、でもじゃああれアメリカなのかが自信ないな。うん。でもね、私はっきり言ってマジで何も分かんないから、もうその人のほらさっき言ったさ何から始まるでいい、いいよ。何あれちょっと待って、私名前がどうせしてるんですよ。でも顔っていうかその特徴っていうか顔顔は知らないんですけど、なんだっけなんだっけ、アメリカの女性ね、誰もが知ってる人だと思います。誰もが知ってる1880年代だったよね。1880年のアメリカ、ね、あ、なんだろう、なんか出てきそうで出てこないよ。いやマジでわかんない。アメリカか、そんなアメリカに有名な人いたかな。今現時点で予想できる人とかがあればね。じゃあもう最後ヒントね。はい、やったヒントヒント。舞台とか、あ、質問、番組へのお便りでも質問来てますけど、そんなことができるの。素晴らしい。じゃあすごい、まあ、一応これ使うか使わないかはあれですけど、うん、はい、映画とか舞台にもなってます。映画とか舞台有名なんだねやっぱり。はい、じゃあ880年、ラストにいきますか。この質問しますか。 したとこで私多分出てこない気が。どうしよう。でもした方がいいですよね。あれはアメリカなのかな。ちょっと調べよう。まずね、うん、じゃあちょっとこれを質問するので調べ。じゃあ質問しちゃいましょうか。これいただいたやつで、うん、分かればいいんだけどね。それ答えて分かるか分かんないかが微妙だからね。そうなんですよ。まあせっかくいただいたから、ね、そうですね、せっかくいただいたので、はい、じゃあそうね、まあ、うん、はい、なんと視聴者の方からいただいた質問です。リアルタイムありがとうございます。です、はいはい、ラストです。ノーベル賞を取ってますか。これがね、うん、今調べてくれてる、うん、今ねこの質問はノーベル賞を取ったかどうかを聞いてくれてます。うんうん、はい、ノーベル賞ノーだと思います。ノーなんですね。余計わかんなくなっちゃった。余計わかんなくなっちゃったね。もうでも誰もが知ってるんですよね。そうだね、うん、誰もが知ってる。マジで。で女性で、うん、苦ではないんでしょう。苦ではないですね。苦ではない、なるほど。でアメリカの人なんですよね。そうで看護師さんじゃなかったよね。看護師でも修道院でもなかった。なんか舞台とかにもなってるらしい。そうってことは相当有名な人だよね。そうですね、アメリカ、うん、じゃああれじゃない、ちょっと待って、もう私一人しか思い浮かばない、アメリカの有名な人。でも10問したからね。そうですね、あとは回答だから、ね、だいぶもうヒントも言ったからね。はい、ね、やばい、じゃあもう勝負論行こう。勝負論。じゃあ最後ね、じゃあちょっとエリさんが言った人にしましょう。勝負論していい、うん、しかもアメリカかどうかも私分かんないよ。いや、まあ、じゃあまあ行こう。はい、はい、じゃあ行きます。はい、はいはい、エリザベス女王。残念。違うの。残念。それしか知らないよ。じゃあのんたんは思いついたのありますか。うーん、アメリカでしょ、うん、なんだっけ、目も耳も不自由な、あ、あー、なるほど、いやもうちょっと名前がもう忘れちゃった。名前、ヘレンケラーのことですか。ヘレンケラー、そう、ヘレンケラー。あー、正解。ごめん、知らなかった私。ヘレンケラー知らないの。うん、今出てこなかったよ。あ、そう、ごめん、それは申し訳ないわ。いや、私のね、私の常識力のなさが今出てしまったわ。さあ皆さん分かりましたか、ね、奇跡の人とか、うん、で、ね、なんで舞台とか映画のサリバン先生と、まあ、重要ワードで言うとウォーターとかですね。そうですね。
いやー難しかったねこれ。私もっと後の人かと思ってた。危ない危ないじゃないよ。聞いたことあるわヘレンケラー、うん、確かに目と耳そうそう30そうです。口も聞けなかった。うん、なるほど、うん、というわけで。なぜならね、戦国武将があんまりよく分かんなかったって。もうヘレンケラか卑弥呼かの二択です。卑弥呼いいね。卑弥呼いい。なるほど、ね。すごい限定されるかもね。じゃあみんな分かったんでしょうかね。ね、分かったかな。ちょっとうちらがあの革新的な質問ができなかったね。そうですね。2戦目みたいなね。ああそうだね。すごい、うん、そうなんだ、ね、そうだよね。スポーツとかも五郎丸ですか、ね、でもさこれさ水木さ、うん、毎回ゲストと続けてやってたら相当発想力豊かになるんじゃない？うん、お頭良くなるかもしれない。うんうんうん、もしかしたら、うん、おちょっとこれいいかもしれないこの、ね、インディアンポーカーよりかは。こうやってね、まあ、あれはあれすごい面白かった。遊んでたんですけどね、うん、完全にね。どうでしたかね。はい、はい、というわけ で、ね、今回は紅孔雀講師陣の勝利ということで。イエーイ。やったー。そんなわけででもね、やっぱみんなで食べよっか。優しい。最後ね難しかったしね。すごい。みんなで食べましょう。仏の心は、ね、仏の心はさすが。じゃあ、まあ、一番最初に我々が一つずついただいた方がいいんじゃないですか。じゃあいただきますよ、はい、こちらチョコレート&ストロベリー。おいしそう。こっちがハニー&チェダーチーズです。これは多分私両方一緒に食べるのがいいと思うの。両方ですか。あこの2種類をハニーとチェダーチーズね、はいはいはい、チョコレートとストロベリーいく。やべ。落ちた。なんで落ちた。食べない食べない。落ち着いて。じゃあすいませんね、うん、すいません。ストロベリーまだあるから大丈夫だからね、うんうん、いくよー、はい、いただきまーす。ストロベリー大きいんだけど。いやそれ2個だから。なんかいい匂いしてくる。いい匂いしてくる。すごい味しっかりついてる。あれでもストロベリー強い。やっぱ2個食べちゃったから、ね、あそうか。大きいやつ食べちゃったからめちゃめちゃ美味しいよ、うん、よかった。北千住に売ってます。これ売ってます。え、いいんですか。いただきます。ありがとうございます。いいね、いいね。あ、おいしい。すごい美味しいですね。ね、さ甘さとしょっぱさのバランスやばい、うん、エンドレスだよこれ。ちょうだいちょうだいちょうだい。じゃあこっちも、はい、うん、ね、皆さん、おいしい。いやこれ絶対美味しいじゃん、うんうん、この2つ食べるやつ、うん、2つ同時に美味しかったです。チョコも美味しい。わー、いただきます。うん、ほ、うんとだ、美味しいよ。美味しいですね。ね、うん、完全にアポロだよこれ。アポロうまい。アポロいい。ストロベリー強めのアポロ、うん、すごいアポロだよこれ。うん、そうですね、美味しい、はい、皆さんもぜひね。うん、うん、いやそんなわけでね、もぐもぐしながら、はい、エンディングになりますけれどもね、はい、はいはい、今日はあの古谷佳菜子ちゃんに来ていただきましたが、うん、いかがでしたか。いやもう本当に嬉しかったです。今日呼んでいただいてありがとうございます。いやこちらこそ、ありがとうございます。いつでも来てください。ね、今日結構トークが多かったから、うん、確かに、うん、いろんなことを知れたかな、ね、佳菜子ちゃんの、うん、うんでですね、次回のゲストも決まっていまして、うん、すごいですよ次回のゲスト、うん、なんと姫ロンハイで実況をされている素直正和さんが、うん、なんとね志願してきてくださいます。すごいでしょ、ね、うん、私そのカボオーロラカップの決勝の時に、うんうん、あの素直さんと終わった後みんな飲んでて、うんうん、そしたら素直さんが大崎さん紅孔雀ラジオやってるんですよね、僕行きたいんですけど、って言ってこの番組そんな有名だった。嬉しい。大きくなったよ。すごいでしょ。すごい。いや、ぜひぜひって言った後に、うん、あ、そんななんか知っててくださってるんですねって言った後の帰ってきた言葉にまたさらに衝撃ですよ、うんうん、僕大川さん大好きなんです。どういう流れで、どういう流れなの。私おかしいでしょ。A はいいでしょ。そうなんですねでしょ。開始としては大川みたいな。そうそうそう、ありがとうございます。はい、なので来月はどこが魅力なのかな、うん、あ、そういうのは今大丈夫です。はい
はい、で素直さんが来てくださいます。はい、5月の何日だっけ何日だっけ、カレンダーチェックチェックチェック、カレンダーチェック、うん、書くの忘れた。第3日曜日、ね、15日15、あ、そうですね、うん、5月15日、うん、4時から1時間半の生放送、素直正和さんをお迎えしてお送りします。はい、はい、あの観覧もできますので、うん、ぜひぜひ、はい、オーディエンスもそうですオーディエンスの参加も、はいはい、お待ちしております。ちょいちょいね巻き込んだりする、うん、そう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 、巻き込まれます、気をつけてください。しかもなんと素直さんと個人コーナーやるのが、まあ今回はねさすがに大川さん、おやりましょう、なるほど、ちょっと炎上する、はい、大丈夫かな大丈夫かな、はい、お楽しみに、ね、どんなコーナーになるのかお楽しみに、はい、ということで、はい、はい、今日もご視聴ありがとうございました、はい、ありがとうございました。あと何秒かな、はい、あと30秒ぐらいかな、30秒ぐらい、さっき1分だった、私ね1分のね見逃しちゃったんだよ司会のくせにいやでもね来月もぜひご覧くださいということで、はい、はい、本日はこれにて終了となります。皆様ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。